俺と勝負しようってか。いいぜ、乗った。はい、サイレンス鈴鹿です。ダイワスカーレット、行くわよ。注目の2番人気18番ダイワスカーレット。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。1番人気は17番ウォッカ。まずまずの仕上がりですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。注目の2番人気18番ダイワスカーレット。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。長くいい足。行くわよ。晴れ渡る空スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気ウォッカ、ダイワスカーレット快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはダイワスカーレット。このままリードすることができるか。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭はダイワスカーレット、安心で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは1番ダイワスカーレットと1番序盤からやり合っています。ハイペースで流れる展開もありえますね。前から大きく開きました。隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。現在1番手はダイワスカーレット、続きました1番、3番手には5番、さらには6番、9番、5番手、1馬身離れて15番、16番、並びかけてきた。そしてその後ろから行くのはウォッカ、内から内から13番、向こう正面に入って先頭はダイワスカーレット。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずダイワスカーレット、続いて1番、3番手5番、2馬身3馬身開いて6番、5番手、16番、そして内目をつきましては9番、その後ろに15番、外ウォッカ、そして内目をつきましては13番、その外並んで2番、そしてその内から行ったのは3番、差がなく11番、1馬身離れてゴールドシップ、少し後ろから14番、内を回って8番、残り 1000m を通過。さらには7番、後方2番手に10番、12番、最高峰だ。意気揚々と先頭を行きます。ダイワスカーレット、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。大欅を越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあここから先頭を伺うのは6番、気持ちよく逃げている。ダイワスカーレット、ダイワスカーレット、花を進む。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはダイワスカーレット。ダイワスカーレット、速い速い、もはや独走状態。4着を切りました。追い詰まる動くか。ダイワスカーレット、先頭はダイワスカーレット、これは強い。残り200、ダイワスカーレット足色を衰えない。ダイワスカーレットリードは3馬身、先頭は1番、ダイワスカーレット、リードを開いていく。ダイワスカーレット、1着はダイワスカーレット。見事な走りで勝利を手中に収めました。気力を尽くした消耗戦、勝ったのはダイワスカーレット。2着はウォッカ、3着はゴールドシップ。やっぱり私が1番なんだから。本気出させてもらうぜ。